こんにちは。ご無沙汰しちゃってますね。プロフェッショナル引きこもりです。まあこういう状況ですので、なかなか釣りをすることができなくて、動画の更新がずっと滞ってました。ですが、今日はたまりにたまったこの鬱憤を晴らしに岩手県にやってきました。はい、やってきました。岩手県です。岩手県のどこかと言いますと、僕ね、大迫だと思ってたんですよ。大迫、岩手県の大迫。でも大迫ではなくて大朝間という場所なんです。皆さん知ったかしてませんでした？ああ、岩手県の大迫いい釣り場あるよねなんて思ってたでしょ。大迫ではなく大朝間なんですね。ローソンについて釣り券を購入したらですね、こんな素敵な釣りマップいただきまして、もうね、ご親切に全部書いてあるんですね。稗貫川漁協という漁協がこの辺りを管理してくれてるんですけども、とても親切で入渓ポイントとか、あと禁漁区域とかすごく丁寧に書いてあるんです。でこのマップがあれば安全に効率よく釣りができるんではないかと思います。ということで本日は岩手県稗貫川でフライフィッシングをします。ということでね、向かっていくわけですけども、その前にね、お蕎麦食べよう。釣りの前にお蕎麦食べよう。この辺りにね、有名なお蕎麦屋さんがあるんですよ。で、稗貫川もフライフィッシング界では有名なんですよ。もう岩手県フライフィッシングと検索すればすぐにヒットする。かの有名な釣り人、里見さん、有名なフライフィッシャーの方がいらっしゃいますけど、その方も YouTube で紹介していたし、元カンパネラで、今はファーガスでフライロッドを作っている代表の二平さん、フライフィッシングのマガジンで、雑誌の中で紹介している有名河川なんですよ。その稗貫川に並んで有名なお蕎麦屋さん、藤亀。濁らない藤亀さんでお蕎麦を食べます。僕お蕎麦大好きなんですよ。お蕎麦こだわっちゃって、もう最近はうるさいんですよ。まあそのお蕎麦の話はまた今度ゆっくりとねさせていただければと思うんですけども、あれ僕今まで大迫じゃないよ、大朝間だよみたいなこと言ってませんでした？今僕ずっと大朝間でもないね。これ大朝間です。全部訂正します。大朝間って書いてある。大迫でもなく大朝間でもなく大朝間だ。これアルファベットで書かれるとね、ちょっと分からないよこれ。でもひらがなで書いてあるのは間違いなく大朝間って書いてある。ということで、大朝間の稗貫川でフライフィッシングやります。その前にそば食べます。はい、藤亀出てきました。これお蕎麦屋さんです。ここにね、カンパネラの石川さんが出入りしてるっていう風に聞いてるんで、今日もいるかもしれないよ。ここまでの所要時間は4分です。石川さん、ここによく来るらしいんですよ。あ、手打ちそばって書いてある。ここですね。石川さんいるかな。ちょっと釣り竿について相談したいことがあるんだけど、そば食べながら。石川さん、メノンガイドについて質問があるんですけど、そば食べながら。今、藤亀でお蕎麦を食べ終わりました。カンパネラの石川さんいなかったよ。おかしいな、いると思ったんだけどな。ちょっとね、メノウガイドの件で相談があったから、石川さんいるんじゃないかなと思って、お蕎麦屋さん覗いたんだけど、いなかった。はい、到着しました。川です。早速、ちょっと自慢させてください。今日、実は使ってみたいロッドがあるんですよ。これ、ご存知ですか？ご存知ですよね。パスポート。まさに昔のパスポートサイズの箱に入ったフライロッドなんです。こんな小さいの。わかるかな？今日は飛行機を使った国境をまたいだ旅ではないですが、このパスポートロッドのデビューフィッシングです。でーん。見てこの小ささ。これね、アバーカンビー&フィッチっていう皆さんご存知のお洋服のブランドありますよね。あれもともとあの会社はハンティングとかフィッシングの道具を売ってたんです。その当時売られていたアンティークロッドなんです。で、これ一つあればどこへ旅しててもこれをカバンに忍ばせて旅行に行けばいつでも釣りができるよというコンセプトのもと作られた謎のフィッシングロッドなんです。こんなたくさんのパーツをつなぎ合わせて本当にフライロッドとして機能するのかどうか皆さん疑問じゃないでしょうかね。今日はそれをお見せしたいと思います。ちなみにこれに3番の3ウェイト用のリールを合わせます。そちらも Abercrombie and Fitch by Hardy。最初はここからやってみたいと思います。橋の下、ゆっくりと流れてる箇所があります。その流進に向かって、キャストキャスト。アバーコンビー&フィッチ。パスポート。短いロッドなんですよ。こんなに短いロッド。しかし、失敗しました。これだけ短いロッドだと、後ろにこれだけね、ヤブが茂ってると、バックキャストができないんですね。考えが及ばなかった。深いところを流して、深いところを。ここにね、止水があるでしょ。ここ、ここ。見た今の。ああ、抜けちゃった。まだいるでしょ。葉っぱが生い茂ってて、バックキャストが全くできない。かといってロールキャストではちょっとパワーがないので。少し長めの竿に変えました。釣り場は同じです。釣り場は同じ。うわ、すごいパワフル。すごいパワフル。はい、綺麗なヤマメです。まだまだ可愛いお魚ですけどね。ドライフライに出てくれました。パスポートロッドを持ってきたんですけども、最初に釣れたのは、カンパネラのロッドでした。さすがー！さっきよりもどでかく見えるはず。さっきよりもどでかく見えるよ。ほらほら家の通行みんな話していいですか。今みたいなコミュニケーションが釣り人同士でユニバーサルでいいよね。世界どこ行ってもそうなんだよね。釣り人同士でさ「いい魚だね」とかさ「いや今釣れたところ見てたよ」みたいなさコミュニケーションやり取りがあるでしょ。で世の中嫌な人ばっかじゃないって思うよね。そうするとねいい人いっぱいいるんだなって思う。擦れてる僕ね、雨がこんな降ってきちゃってまでもやるのは良くない、よろしくないからもう上がりますよ。天候がね崩れてからねやると気分も良くないでしょ。気分も良くないし危険だしね。到着してすぐに2、3匹3匹釣れたのかな。で天気が崩れてきたので今日は上がります。でも、効率がいいでしょ。お蕎麦食べて、アイスクリーム食べて、魚を釣る。そんな一日でした。おしまい。